グデンターキーピンコーどうもこうです。今日は、かなみさんと初コラボということで、お招きしています。かなみさん自己紹介の方よろしくお願いします。はじめまして、ドイツで音楽を教えてますかなみです YouTube も1年前からドイツと日本の文化についてやってるので、よかったら見てください。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いしますはい、かなみさんとのコラボ動画もこの動画の前に連日は撮影してたので、あの概要欄の方に貼っておくのでぜひそっちも見てください。ということで、今回は僕のチャンネルの中でも人気の企画の一つが、あのすごく長くドイツに住んでる方にこれまで辛かったことと楽しかったことを聞こうっていう企画がすごい人気なので、かなみさんはなんとびっくり何年住まれてるんでしたっけ、ドイツには。15年経ってしまいました。多分僕の知ってる日本人の中で最長かもしれない、はい、あ、そうなんですか。多分なので、はい、最初かなみさんに15っていう数字聞いた時にわあこれは動画撮りたいと言ってたので今日は撮れてとっても嬉しいです、はい、で、じゃあ早速なんですけど、あの15年住んで辛かったことから聞いてもいいですか。そうですね、なんかこう辛かったことっていうか、こう、はい、なんかまあ辛かったんでしょうね。今考えるとあの時頑張ったなっていうストーリーはあります。おお、聞かせてくださいぜひなんかもう来て当時のことですかね。もうなんかこう、はいはい、なんだろう、ほら文化の違いが一番難しかったですね。わー、ですよね。あの英語もドイツ語もわからないでドイツに来たんですでしかもあの最初ホストファミリーって言うんですか、はいはい、うん、そういうホストファミリーでドイツ家族住んだんで、なんか最初は電子辞書もなんかジェスチャーとかでもうなんか言葉が通じないのになんか文化なんて分かるわけがなかったそうだからなんかこう例えばっていうと、あのシャワー入ってるとドア越しから、うんうん、あの体洗うときはいちいち水を止めなさいとか、厳しい。すごいなんか毎日言われてて、あの、うん、今思ったんですけど、あのみんながみんなそうじゃないですドイツ人は。はいはいはい、もちろん、ね、もちろん、もちろん。その時だけでなんか結構ドイツってほら水道代も高いし、あの、うん、お風呂に入る習慣とかもあまりないから、うんうん、そうだからなんかこう当時はそれすら理解していなかったので、なんかこういじめとかって。もうめっちゃ悲しくなって辛かったですあ、それはちょっとすっごい具体的でびっくりしました今。でも確かになんかこだわりのある方とかいるなっていうのは僕も思うんで、なんかそのよっぽどそのホストファミリーの方がお水回りは厳しい方だったのかなと思ってそう、これはなんかこうあの何ホームステイ先の人の話ではなくて全体的なんですけど、はいはい、うん、なんかドイツ人、はいはい、当時はね、当時は、来た当時は、うん、ドイツ人の真顔が怖かった。あー、わかるー、わかります。わかる？わかる？わかります。あの、なんかこう、愛想笑いって結構しないんですよね、ドイツ人って。しないですね。で、なんかこう、最初なんか怒ってるのかなと思ってビクビクしてて。わかる。そう。で、なんかこう、最近、ある知り合いのドイツ人に、日本人笑いすぎだって言われたんです。ね。でこうまあ考えてみるとこうなんかミスした時とか恥ずかしいと感じでさ、なんかこう笑ったりするじゃないですか、ヘラヘラとか、なんか、はい、そうテレ隠しみたいな、はい、そのなんかこうヘラヘラ嫌なんでしょうねきっとちゃんとせえってなるでもほら、あの今考えてみるとドイツ人ってほら真面目にちゃんと人の話を聞くし、もうすごい優しい、心の中では、うん、あのこの人すごいなとか多分思ってるんですけど、でもなんか結構シャイな人が多いんで、褒めることとかあんまりしないんですよ。確かにね。とかこうニコニコって愛想笑いするとかね、うん、だからもうなんかドイツ人を知らない人は最初は怒ってるのかなって思うかもしれませんね。めっちゃわかります。なんか僕が相槌すごい打つんで、なんか相槌のタイミングが合わないだけでコミュニケーションが取りにくかったですね最初は。やっぱなんだろう、テンポってお互いにあると思うんですけど、そのテンポ全然合わないじゃんとかいうのは最初は大変だったかもしれないですね、うん、だからすごいわかる。
当に。で逆にこうやってうん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 ってやって私も結構日本人と話すとやる方なんですけど、こうやってやるとなりますよ。ちゃんと聞いてくれてるっていう。適当にやってないってなる。そう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 。だからなるべくドイツ人と話すときはやらないです。私はもうずっとこう、ずっとこう、ずっと意識してるんですね。聞いてる。意識っていうか、まあ、何そうなっちゃってる。あ、そうなんですね。僕はなんか全然に日本人ライクに動くけど、その代わり必ずその話の内容をちゃんとリピートするとかやってます。聞いてるよ。ああ、なるほど。それはやってないです。やってみようかな。いやいや、全然全然、今のままでいいと思います。あと、はい、つらかったことといえば、多分みんなも経験したことがあるかもしれないんですけど、釣り事件。まだ僕ないです。釣りさん、まだないんです。あったんですか？気をつけてください。あの、私15年住んでて3回ありました。おー、5年に1回みたいな感じです。で、なんかこう地下鉄、一番最初は地下鉄に乗ってて、おうおうおう、私あの夜すごい飲みすぎて。あるある、はい。そうそう、飲みすぎて。で、地下鉄乗って家に帰る途中だったんですよね。はい。そしたら、あのもうなんか具合悪くなってきちゃって、わあ、あ、このこれだったら乗れないなと思って、ちょっと一回降りたんですよ、ベルリンの地下鉄で。そしたらなんか夜中だったんで誰もいない。わあ、で、あ、なんかもうベンチに座ってもうとりあえず休憩しようっていう感じで。そしたらなんか男の人が2人来て、怖っ、はい、で、あの酔っ払ってるんで、私はもうなんか全然怖いっていう感じはなかったんですけど、いやいや、それが一番怖い。だけどなんかこう、はい、背中をこうなんかこうスリスリされて、もう大丈夫、大丈夫みたいな。で、すごい優しい人だと思ったんですよ。はい。ね。いやいや、でもなんか、いや、もう大丈夫だからとかって言ってて、でそれから全然覚えてないんですけど、もう地下鉄来たからまた乗って家に帰って、はい、で次の朝起きたら携帯と財布がなくなってたって。もう典型的なやつじゃないですか。そうで、2個目はボーリング場で、ボーリング場、そう、テーブルの上に置いてたらその隙になくなってたっていうのと、あと3回目は電車から降りるとき、あの、こんな具体的、そう、あのドアが開くまで電車の中でみんなこう待ってたんですよ。待ちますね、はい。で、それでなんかこう後ろにも人がいて、それで私はリュックサックを背負ってたんですね。はいはい。でなんかちょっと引っ張られた気がして、おー、ピッて、おかしいなと思って後ろ見たら、なんか綺麗な普通のなんか優しそうなドイツ人の女性が立ってたんですね。それでなんかこう、あ、気のせいかと思って、そしてまたなんかピッて、はい、もうこ2回目はすごい強く引っ張られて、で後ろ見たらダーッとその女の人が走ってきて、逃げた、すごい光景。リュックサック見たら、あの、もうチャック開いてて財布ないって気づいて、もうバーッて、もう ね中央駅だったんですけど、はい、デュッセルドルフの、そう、でそこうわーって追いかけたんですけど、すごい速くって追いつかなくって、そうだからその時にもう、あの、公安行って、はいはい、ね、あの紛失届出したんですけど、うん、あの警察に言われたのが、まあデュッセルドルフだったからっていうのもあるけど、なんで日本人ばっかり来るんだって言われました。まあなんか、それ面白い、うん、そう、だって私結構日本でも財布落とす方なんですけど、結構警察に届けてあるくらいですからね。そう、戻ってきますもんね、日本だと。そうそうそう、だから日本人はあの、何、そういう気をつけないから、ね、うん、油断してるところがあると思うんで、うん、気をつけてください皆さん。いや、これは重みのある言葉。そう、あとは何だろう、はい、辛いこといっぱいありすぎて、なんか今過去の話しかしてないんですけど、今現在、はい、なんか15年長く住んでると結構慣れてきて、そうです、まあ、あまり辛いとは思わないんですけど、はい、今困ってるっていうことだったら、なんかこうグループでの会話、おお、すごい、どういうことですか？そう、なんかこう、はい、
今完全にもう社会人になってもうほぼドイツ人としか関わりがない。はい、もうだからいろんな状況でグループ会話になることがあります。例えば、うんうん、あの近所の人だったり友達同僚、うんうんうん、もうあの私旦那もあの実はドイツ人なので、うん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 、親戚とか旦那の家族とかもうドイツ人って、うん、ねもうなんかグループになるとあの文化がもっと見えてくるじゃないですか。はいはいはい。それでなんか何が難しいかというと結構ドイツ人って具体的に自分の思ってることを言葉で表現するんですよ。確かに、はい、でこっちの人本当コミュニケーション力がすごいし、なんだろうこうね上手に話すんですよね。うんうんうん、でなんかもうすぐね考えてることがポン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 すぐ意見が出てくるし、でなんか多分これも学校でトレーニングされてるんで、はい、こっちの学校ってあの授業でも試験でもなんだろう行動であの話した方が勝ちっていうか高い、はいはい、あの得点になるんですよね、うん、だからすごい鍛えられているもうなんだろう日本人はあの頭の中で考えてもなんだろうあんまり口にしないし、うんうん、授業中とかでも特にあの話したくない人とか、ね、なんかこうおとなしい人とかでも一切口を開かなくても各方のテストが良ければ成績も濃くてで OK みたいな。もうだけどなんかこうドイツ人だともうあの黙ってる人とかは絶対得点にならないし悪い成績をむしろもらってしまう、はい、そうだからなんかこう説明力表現力のレベル高いドイツ人と話すと今でも私って結構黙ってしまうこともあるんです。でなんかこう説明なんだろうしないと相手に興味持ってもらえないし、はいはい、でなんかこう黙ってると私がその話題にあの興味がないとか面白くないと思っていると思われるみたいです。だからもうひたすら喋らないといけないんですよ自分の思いを。そうだから今そう、うん、私今バーってひたすら喋ってるんですけど多分それが癖になっちゃってるんだと思います。いやいいことですよいいことですよそれは。なんか察してみたいなやつはすごく良くも悪くもね、全然思いが伝わらないことがあるのではっきり言うのは大事です。いいと思います。じゃあなんかちょうど3つ4つぐらい辛いこと聞けたので、はい、なんかガラッと変わってなんかドイツやっぱいいやんとか楽しいやんっていうところもしあればぜひ教えてください。楽しかったこと、まあ、あの最初にドイツに来た時ですね、あのベルリン時代、うんうん、もうなんか自由な感じ開放いいですね。開放もうなんかあの私って日本にいた時なんだろう窮屈さを感じてたというかなんかこう礼儀があったり、なんか常識っていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、日本って、はいはい、まあもちろんねそれで気を使ってやってたんですけどもちろん、はい、まあなんかドイツに来るともうなんかこんなに自由なんだこんなになんか思ってることを言えるんだとか、うんうん、それでなんか結構最初はもうテンション上がっちゃってて、で当時はほらあの仕事もしてないし学生でもなかったから語学学校でなんかこう、うんうん、いろんな国から来てた留学生とあの遊んで、はい、コミュニケーション取ってもうなんか、はい、午前中は語学学校行ってでお昼ご飯みんなで食べてであのコーヒー飲みながらみんなで図書館であの宿題やって、なんでみんなで夜ご飯食べて飲んでディスコ行って帰ってくるっていうのを毎日元気いや超いいです。あとは何だろうな、ドイツに住んでいる日本人と友達になれたこと。あいいですね。なんか大体なんだろうな、ドイツに来る人たちってみんな目的があって来るんですよね、うん、ある意味、うん、ドイツってマニアックじゃないですか、うん、だと思います。なんだろう、海外で会う日本人とはもう距離感を感じないというかすぐ仲良くなれたし、うん、なんかこうお互い刺激があったのですごいあの楽しい思い出しかないですね。いいですね。ちょっとなんか聞きたかったんですけど、実はなんか僕、はい、今高校生から悩み相談よく受けて、その高校生が言うに日本窮屈だから出てきたいと思ってるっていうのずっと言われるんで、はいはい、今花見さんから全く同じ言葉が出てきてすっごいびっくりしたんですけど、なんか窮屈だったから出てったのか、たまたまドイツ出てったら、あ日本ってやっぱり窮屈だったんだなって気づいた、どっちですか。
かなみさん。ああ、なるほど。そうですね。じゃあ、最後の方です。最後の方。だから、あ、こんなに自由な国があるんだって気づけた。そう。あ、やっぱそうなんですよね。うんうんうん。めっちゃいい。3ヶ月しかいなかったんで、うん、でその時にあの語学ビザ3ヶ月もらって、うん、で行ったら、うん、あーなんてこんないいね自由な国があるんだって、へーですぐ帰ってでまたすぐ戻ってきたっていう感じです。あ、めちゃくちゃいい。ちょっとあのなんだもうすごい個人的になっちゃうけど、この動画を僕はあのその子に送ります。なんかあのとりあえず行ってみたらいいんじゃないって最近言ってるんですけど、あのなかなかなんかそこはあのどうしようみたいになってたので、行ってみるとその動きがあるんですよね、きっと。そうかもね。なんか時間にゆとりがあるし、考える時間もある、休む時間もある、楽しむ時間もある。あの川でビール飲んだりいや本当にバーベキューしたりってい う自分らしくいられる。いや素敵ですね。うん、楽しいことなんじゃないかなって思います。うん、ありがとうございます。なんかじゃあ15年住んでるのはやっぱりそういうところにあるんですか、はい、その自由でいれるとか自分の言いたいことが言える国だからやっぱり長く住んでいきたいなってなって今もう15年になっているみたいな感じですか。そうですね、まああっという間に知らないうちに15年になったんですけど。いやいいと思います。そうです。なんかそうですよね。なんか日本に戻るとかあんまりなさそうな感じがすごい雰囲気から出ているので、なんかそれはきっと国が合ってるのかなって思うんですけど。はい、そうですね。なんかこう長く住んでみてどうだろう。こうドイツの文化とこう日本の文化の違いに興味を持てば。なんだろう、いろんな面白い点が出てくると思うんですね。はいはい、でなんか、うん、なんだろう、それか後から2つの国のなんだろうな、客観的に冷静に2つの国を見れるようになるというか。確かに。だからドイツではこういう自分でいられて、日本ではこういう自分でいられるっていう風に、なんだろう、自分の個性を見つけられたからもっと海外にずっと住んでみたいって思ったんですよね。でなんかこう日本の文化ってあのさっきのお友達の話ではないですけど、はいはいはい、結構マニュアルのように決まり事ってあるじゃないですか。そうですね、こう人に迷惑かけないとか、うん、常識とか、なんかこう体に本当に染み付いてるくらい、うんうんうん、もう何も考えなくてもその日本の決まり事を皆さんで一緒に共有して生きてるっていうイメージ、私は、はい、そのなんか日本的な視線でドイツ文化を理解しようとするとなんかこう結構混乱しちゃった経験があるので、なんかこうその日本的な固定観念を一回捨ててみて、であのドイツ的な視線はどうなんだろうって一回考えてみる、こうなんで仕事早く切り上げるのか、なぜ出るように見えるのか、ずっとごまがかにあの接してくるのかとか、なんかいろいろ理由を考えると、あの気づいたら自分もなんだろう、新しい考え方をするようになって新しい個性を発見できると思います。ありがとうございます。かなり参考になりますね。なんかじゃあなんか今辛かったことと楽しかったことを2つ聞いてきたんですけど、あの前のねそのなんこのシリーズで人気なのが、あのこれから来る人にこういうこと気をつけた方がいいよとか、なんか一言もらってるやつ結構好評で、一言なんかそうですね、もしこれからドイツに来たいとかあの来る方に向けて何か言葉があればいただきたいです。そうですね、だからあの日本 のさっきも言ったように日本の固定観念を捨ててっていうのも結構難しいことだと思うけど、うんうんうん、そしてあのドイツの文化をね、あのもうね、あのどうなんだろう、受け入れる、受け入れる、それでなんか自分の新しい自分を探して、うんうん、あのね、なんだろう、全部新鮮な感じでね、生活できれば楽しいことがいっぱいあるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。めっちゃいい言葉です。それはそしたらあのこの辺で今日の動画は終わろうかなと思います。はいはい、かなみさんの動画で あの最初に話したんですけど、あのコラボの動画は実は撮ってまして、かなみさんの方の動画も概要欄に貼っておくので、ぜひ動画を見た後にかなみさんの方のチャンネルの登録よろしくお願いします。また僕の方は
お願いします。僕の方はドイツとかヨーロッパのことを、かなみさん同様発信しているので、よかったらこの動画よかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは今日の動画終わります。さよなら。バイバイ。さよなら。ありがとうございました。